もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙の3人が世界で気になったニュースと世界ウーマンのコラムから楽しくおしゃべりします。こんにちは。ゴールデンウィークの予定が全く立っていない本田理沙です。今日も里子さんと、そして今日は特別ゲストさんと一緒におしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、今日は特別ゲスト、はい、特別ゲスト、はい、はい、ローズが、ゲストさんの声が聞こえましたね。そうですね、あのローズがあの引っ越しでまだインターネットがつながってないというわけでですね、今回お呼びしたかわいそうにかわいそうに特別ゲストをご紹介させていただきたいと思います。お願いします。シッピー大越彩さん、アメリカからようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。ようこそ、あやさん。はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。アメリカ・ニュージャージー州に在住しております、シッピー大越彩です。本日はすごく楽しみにしてきていて、皆さんと一緒にお話しできるのを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうね、あやさんはね、はい、この世界ウーマンのポッドキャストをよく聞いてくださっているので、もうし、あのローズのピンチヒッターとしてですね、白羽矢を立てるのも、まあ早かったですよ。私の方でビュンって飛ばしましたから、矢をね、あやさんに。届け矢を、矢をしっかりガシッと受け止めました。ありがとうございます。いつも聞いていただいてありがとうございます。うん、このそう、あやさんはね、いつもどんな時に聞いてくださってます？毎日朝30分ぐらい犬の散歩をしているので、うん、その間に聞いたり、 あとは一人で運転をしている時に聞いたりしてます。ありがとうございます。いいですね、やっぱり運転の時にね、聞いていただくか、うん、あのはい、確率っていうか比率が高いですね、ポッドキャスト、うん、うんうん、ながらでね、そう、うん、そうだと思います、うん、はい、私も自分のやつ家事しながら聞いてます。布団とか洗濯干しながらとか。あー、そうね、そうね、はい、私も茶碗洗いながら聞いてるわ。茶碗洗いながらいやでも嬉しいな、なんかね、あのいつも聞いてくださってる方が来ていただけるなんてね、うん、本当にそうですね、うん、あのあやさんとね、りささんは初対面だと思うんですけれども、はい、あやさん、あのほら声でね、りささんの印象だったかと思うんですけれども、ちょっと今日会ってみてどんな印象です？はい、すごい可愛らしい方で、もっと少し、うん、どちらかというと、なんだろう、大人の女性みたいな感じな方かなと思ったら、すっごい可愛らしい方で、お、これまたちょっとギャップとは違うけど素敵な方だな。初登場なので、もしよかったらちょっと自己紹介を、なんかどんなことされてる方なのかなっての気になるかと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私は今アメリカで国際移住や異文化に関するコーチングの仕事をしています。そして、2014年にアメリカに夫の仕事の関係で娘2人を連れて移住してきたんですけども、コーチとしての仕事はアメリカに来てからしています。日本では人材育成能力開発関係の仕事をしていたので、まあ、それなりに 人に関わる仕事をずっとしてきた感じです。でただアメリカに来てすごくアイデンティティクライシスを経験し、自分に対しての自信というか、持ってたものが全てなくなったような気がして、すごく落ち込んだ日々が長かったんですけれども、そこからだんだん這い上がってきた、そんな感じです。あの私もですね、あやさんのホームページ拝見させていただきました。あのまずね、このホームページ見てすごいこのエネルギーを感じたんですよ、このあやさんのすごいこの情報と文章力がバーって書いてあって、なんかこのあやさん このエネルギー源ってどこから来るのかなって思ったんですけど、いい質問だわどうですか？ありがとうございます、うん、そうですね、あの、ま、エネルギーがそんなあるっておっしゃっていただけるのはなかなかないので、すごい嬉しいなと思ったんですけれども、あの
私はどちらかというと人が頑張ってる姿を見たり聞いたりすることで、自分もよし頑張るぞっていうふうに思えて、自分を奮い立たせることができるなって思います。そうじゃないとすごいもうダラダラして、もう一日ソファーに根を張ってしまうこともあるので、そういう親近感なんかとてもそうには、ね、見えないですけれども、なんかそうそうそう、うん、そんなの聞いたらもう本当にぐっと近くに感じますね。いや本当そうなんですよ。いや本当でもね、あやさんにはね、私もお世話になっていて、あの私ねこの間3月にマカオ大学で、まあ、そのコーチングに関する、まあ、リーダーシップ、まあ、リーダーのためのコーチングレクチャーみたいのをねする機会がをいただいてあったんですけれども、その時のプレゼンテーションもね、あのあやコーチに見ていただいたんですよ。そしたら本当に、うん、そうやっぱりね、もうあやさんといえばもうね、あの本当頼りになる人っていうような感じなんですけど、もう的確で、そのなんていうんですか、本当に第三者目線からと言いますか、私がこう言われた、この指摘されたアドバイスに、いや本当まさにその通りみたいなね、こっちがね、いやもうビンゴって言いたくなる感じのそうそうアドバイスをいただいて、でその上で、まあ、ちょっと修正とかね遂行をさして、でそれでまあ実際レクチャーっていう形にさせていただいたんですけれども、本当にねあやコーチのおかげでね、すごくあの私も満足度の高い、それからあのちょっと、はい、生徒さんからのレッスンも満足度の高いものができてね、非常に非常に助かったんです。そうだったんですね。そうなんですよ、そうなんです。でそうあやさんとね、私その話してて毎回思うことが、うん、そのあやさんのね言語能力の高さなんですよ。やっぱりその、うん、人に何かを伝えるときに、まあ、やっぱりほら伝える力って、まあ、やっぱりあるじゃない、その言葉でどう伝えるかっていうので、あやさんね本当ね上手だなって思うんですよ、その伝え方だったりとかが。だからねちょっとそこ私も聞いてみたいなと思って、ほら私たちもポッドキャストやってるでしょ、でよくさ言葉に詰まってさ、あなるほどとか、私も今日8回なるほど言ってるわとかさもうよくそういうのあるじゃない。あるね、無意識なんだよね。そうそう、うん、ね、そう、そういうところにも生かしたいなと思って、ちょっとあやさんにね、なんかその言語能力の高さはなんか訓練してるのとか、それともなんかどうやって培ってきたのっていうのをねちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、あやさんどうでしょう。はい、ありがとうございます。どうなんでしょうね、そんなにすごい訓練してるっていうわけではないんですけれども、いまだにすごく心に残っている言葉が、その日本にいた時に人材育成系の仕事をしていたんですけれども、研修なんかで人の前で話すっていうことが結構多かったんですね、うん、でその仕事をしていた新人の時にベテランの営業の方に、難しいことを難しく伝えるっていうのは誰でもできる、でも難しいことを分かりやすく伝えることができて一人前なんだぞって言われたことがあって、それを未だに覚えていて、あの気にしています。であとさらに日本語って主語が誰なのかとか、一つの文章に主語が途中で変わってしまったりとか、あとは文章がだらだらと長くなってしまって、よくよく考えると文法的に成立してないとか、ちょっとおかしくってもなんとなく雰囲気で伝わってしまうとか、伝わってるように感じてしまうっていうことが多いと思うんですけれども、あるあるですよね。なのでそれを意識して主語を明らかにしたり、一文を短めにしたりして曖昧さをなくすように気をつけています。あ、いやこれですね、難しいことを分かりやすく伝えることができて一人前とか言われたらぐさーってきますね。うん、そう、あと私ね一文を短くするっていうのにもぐさーってくるわ確かにそうそうそう、意識してるんだけどね、ついねダラダラ喋っちゃうね。そうなんですよね、わかります。私もあの夫があの日本語が喋れる外国人だから、日本語でコミュニケーション取ってるんですけど、やっぱりその主語がなかったりとかすると、なんかやっぱりちゃんと伝わってなかったりとかすることがあって、そこでなんか、あ、またやっちゃったみたいなところがあります。そっか、そんなところを意識されてたんですね。でもね、やっぱりこうコーチングとかされていて、すごいこう多分すごい人数の方とセッションとかね、なんかいろんな方とお会いしてきたと思うんですけれども、あやさんはで、そんな
あの方たちにあの今まで言われて一番嬉しかったこととかあります？うん、いいね、うん、はい、あります。あの過去に、ま、何気なくというかもう私は忘れてる言ったことを忘れてるような一言をその方が覚えててくださっていて、うんうん、後々にあの時こういうふうに言ってくれたよねみたいな感じで言ってくださったりとか、その言葉今でもたまに思い出すんですみたいなこう言われてるとすっごく嬉しいです。あ、いや、それはね、確かにやっぱりもう、うん、あやさんの中から出てきた言葉でしょうから多分本人が覚えてないっていうのがね、うん、分かりますけれども、あれなんでしょうね、うん、やっぱり相手にとってはぐさーきたんでしょうね、うん、まあ、やっぱり影響を与え、ね、影響を与えられる人っていうことで、うん、はい、本当そこ、そういったところでもね、なんか信頼感とかすごくなんかやっぱり頼もしさを感じるあやさんですね、うん、いや私はね言われたことない、なんかそんなん、あの、え、あの時言われたこと今でも覚えてる、たまに思い出しますみたいな言われたことない。あ、そうね、たまに、え、それもう忘れてくれていいのにみたいな感じの、逆にね、もう時効じゃないそれみたいなのもさあったりとかする。確かにね、それもでもあります、あります、うん、ありますか、そういうの忘れちゃう、忘れちゃう、あの、あ、そうかそうかそうか、確かにね、そうだね、うん、そうですね、はい、まあ、そう、こんな感じですね。私たちもね、あの、あ、私なんか特にあの初対面だったので、あやさんってどんな人なのかなと思ってたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっといくつか質問させていただいてですね、今回リスナーさんの皆さんもどんな人なのかなってちょっと人物像が見えてきたなと思います、うん、はい、では、今回のコラムですね、移りたいと思います、はい、今回のコラムご紹介させていただきたいと思います。今回のコラムは2022年4月9日今はですね、日本在住の伊藤由衣子さんが書いてくださったコラム、リサイクルでみんながハッピーに、シンガポール、マレーシア、イギリスでの体験記というコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、今回リサイクルでね、私このコラムを読んでいてなんか羨ましかったな、うん、なんか本当に、うん、なんかその羨ましかった、なんかそういうリサイクルとかそのフリーマーケットの機会が身近にありすぎて、このコラムを読んでたらね、羨ましかった。なんかマカオって本当土地が狭いからかなのか、リサイクルショップもないし、なんかそういうアプリとかも充実してないんですよね、全然。まあ、人口が少ないっていうのも、母数がね低いっていう、うん、少ないっていうのもあって、人口68万人しかいないからあんまりそこが整ってないのかっていうのと、あと土地がないからね、お店も構えられないとか、あと大型トラックを置く場所がないとか、そういったところもあるのかもしれないけど、だからなんかね、いいな、フリーマーケット身近にできてとか、そういうふうに思ってましたよ。あ、そうですね、あやさんなんかね、うん、アメリカなんかは逆に多いんじゃないですか、こういったリサイクルする機会とか。そうですね、うん、あのリサイクルのお店はあちこちにもありますし、お店だけじゃなくて、あの街角とかに、うん、大きな郵便ポストみたいな感じの本当に大きい箱がボンボンと置いてあって、うんうん、そこにあのリサイクルする服とか靴とか何でもボンボン入れておくと、そのリサイクル業者が回ってきてそこから回収をしてくれたりとか、うんうん、そういうのもありますし、そうなんです、あとはあのコラムにもあったように、うん、あの家の玄関先に置いておくと誰かが持って行ってくれるっていうのはありますし、あとあの例えば近所に住んでる人同士で、あの、うんうん、Facebook とかのグループを作ってるんですね、近所で、そのグループの、そう、近所っていうか町、一つの町全体とかなんですけど、おうおう、あの一応目的はその持ってるものを交換する、あ、これもいらないので誰かいりますかって言って出して、うん、でもう欲しいっていう人がいたらその人にあげるみたいな感じでのやり取りをしたりします。そうなんですね、なんかそういうね、なんか逆にこうすごい身近な人同士の、なんだろう、あの物の受け渡しとかってトラブルに なったりとかしないんですかね、あんまり。まあ、中にはあるかもしれないんですけれども、逆に近所に住んでる人とかなので、うん、悪いことできないっていうのはあるのかもしれない、ね、ああ、そうですね、そうですね、そっかそっか、
なんかマカオとかでも、マカオもやっぱりそのアプリがないせいで、Facebook が結構みんなの使うプラットフォームにはなってるんですけれども、大体その人たちが出すものって引っ越しのタイミングだったりとかするので、結構大型家具とか、チェアとか、あとはまあ例えば子供用に買ったパソコンなんだけどね、学習用に使ったパソコンだけど全然使ってないからとか、なんかそういったものが多いんですけど、ご近所さんたちの中でね、なんか出すものっていうのはどういったものが多いんですか？あの子供の服とか靴はすごく多いですね。やっぱもう財産をしちゃってもう着られないから、誰か欲しい人いますかとか、あと本とかも出ますし、子供関係のものが多いんですけれども、それでなかったら、例えばあのちょっとした小さい家具みたいなものもよく出ますし、あと例えば買ったけれどもちょっと使わなかった家電、はいはいはい、例えばインスタントポットみたいな、ちょっと人気になったから面白そうって言って買ったけどやっぱり使わなかったみたいな、そういうのがあったりするとまだ箱もあります、誰か買いませんかみたいなのが出てなるほどね、新しさアピールね、コラムでもね、うんうん、あのゆいこさんがあのマレーシアのコンドミニアムでのね、うんうん、ガレージセールでやっぱりこう日本の本とかアンパンマンのおもちゃとか、そういうのはもう海外に住んでる人なかなか手に入らないから、そうだね、なんかもうすごく貴重でしたみたいな話が書いてありましたよね、やっぱりこの日本人コミュニティでのガレージセールっていうのはやっぱりそういった日本のものっていうのがどうしてもみんな欲しがるというか、もう、ね、不要になった人も出しやすいし、そんな機会があると、ね、子育て世代なんかすごく嬉しいですね。確かに確かに。あとね、あのシンガポールでの、フリマ、シンガポールの SNS を使ってのフリマについても書いてありますね、コラムの方に。結構なんかシンガポールはね、なんかマカオと同じように結構あの小さい地域ですけれども、なんかこういったのが充実しているのは羨ましいですね。いや、シンガポールは都会よな。マカオと比べちゃダメ。あそこは国だもの、すごいもの、シンガポールは。そうよ、うん、そしてあの2ページ目ではですね、あのイギリスでの、ね、うん、リサイクル精神についても書いてありますね、イギリス、私も住んでた時よくチャリティーショップみたいなところでね、あの貧乏学生でしたからよくあの洋服とか靴とか購入してましたよ。やっぱブーツなんかもね、すごい安い600円とか1000円以下で手に入るし、そう、洋服もそうよ。だからそういうのがすごくあったりとかしたんですけど、でもね、マカオもやっぱりそういうのが全然なくて、あってもいいはずなのに、マカオの人たちミーハーだからね、特にあのお店屋さんとかですよ、あのほんとコロコロ変わるんですよね。あの飲食店もそうだし、なんかそれ以外のお店とかもテナントがね、コロコロほんと6ヶ月で変わるとかザラにあったりとかするので、そういった場合のね、やっぱりなんだろう、せっかく揃えた家具だったりとかもどうしてんのかなって私は思ってて、でそれこそね、なんかリサイクルショップとかあればいいのにとは思ってたんですけど、でもあんまりそういうのがないので、私うちの夫に聞いてみたんですね。なんかやっぱりこっちの人たちってあんまりそのセカンドハンドを使うの好きじゃないのかなって言ったら、まあそうじゃないみたいな感じで、やっぱりその前の人が使ってたものを手放すっていうことは、なんかそれがラッキーじゃなかったからとか、なんかそういう、まあ特にね、カジノとかはそうでしょ、あのほらカジノの街のマカオなんですけれども、あのカジノに負けてしまって、でお金が必要だから時計を手放すとかね、そうで質屋に売ってお金を作るとか、そういうのがあったりとかするので、やっぱりそういったところからその前の人が手放すということは、まあ、グッドラックじゃないものだからじゃないのみたいな感じで、あのそれをね、わざわざあの買おうとは思わないみたいな、なんかそういったところがあって、だから、ああなるほどねとは思ったりはしましたけどね。私もね、やっぱりちょっとセカンドハンドのやつはなんかちょっと元の持ち主のこの念が宿ってそうな気がして気になっちゃう人なんだろう。そうかそうかまあゲームとかね、中古のゲームとか全然買いますけど、ちょっと家具とかになると新しいのにしとこうかな。
ていうタイプ。そうなんだ。なるほどね。じゃあ一回ちょっとお払い済ませてますみたいな。そういうなんか一手間。お払い済みみたいな。そうそう、お払い済み。お払い済みリサイクルショップみたいなのをさ、ちょっと言うとどうなんだ、うん、一回ゼロに戻ったよみたいな、リセットしたよみたいなのだと可能性はありますかね。どうでしょうか。どうでしょうね。あやさん気にならないですか。そうですね、そんなには気にはならないし、逆に結構アメリカだと誰かのものをもらったりとかで、うん、リサイクルショップとかで買って自分でリメイクみたいな、例えば家具だったらペンキ塗ったりとか、そうやって自分好みにするのは人気だったりしますね。なんか勝手なイメージですけど、アメリカだとなんか結構大きいガレージとかがあってね、そこでこう日用台とかができるからいいですね。あるきっとあります、あります。あですよ、ね、車2台入る。あらいいなね。そっか、自分好みに変える、これはあれですね、アップサイクルですね、きっと。あ、それアップサイクルっていうの。あ、いやちょっと待てよ、アップサイクルの定義はですね、あれなんですよ、うん、ゴミとか廃棄、あの使い終えて価値がなくなったものに新しい価値を変換し、新しい価値を与える。つまり例えば、ほうほう、着なくなった着物とかを、着物の生地を靴にするとか、うんうん、それはアップサイクル。あ、だけど多分同じ用途に使うんだったらリサイクルか。あ、そうだね、うんうん、そのものの形が変わらずに、うんうん、もう一回使うのはリサイクルだけど、ちょっと形が変わるっていうことね、はい、アップサイクルは、はい、あ、いやちょっと待って、アップサイクルあります、うん、え、どれどれ、アップサイクルしたものがあるって。何何、うん、これあの祖母の帯だったんです、うん。あらー、すごい、絵だと思ってた。これパブリックパネルに、パブリックパネルにして、あの木枠を自分で作って、うんうん、そして帯をこう切って、あら素敵、ガチャンガチャンと貼り付けて、今ね、あやさんのご自宅の、ね、後ろにあった絵かなと思ってた。 壁からね壁からまさかのアップサイクル、日本風にしようと。確かに、うん、すごい。それは木枠に本当にはめてるだけなんですか。はめてるだけ、木枠をこうよ四角に作って、うん、そしてそれにかぶせて、うんうん、へ、あの釘でバチンバチンと止めてるわけです。すごい、絵だと思ってたよね。いや、うん、絵だと思ってましたよ。それがだから全部で4つ、小さいのが3つと、うん、ちょっと大きめの、うん、一つで全部一つの帯から作ってるので、なんとなくイメージ、あの感覚も似てますし、うんうんうん、確かに4つ合わせて一つの絵みたいな感じにしてます。すごい、それはあやさんのアイディアなの。あの、そうですね、あのなんか祖母の帯をもらったんですけど、帯としては使えずに、どうしようどうしようと思ってずっと箱の中で眠っていて、ある時、うんうん、何かに使いたい、でも友達はじゃあバッグにしたらとか、うんうん、何かにしたら、私無理なので、そういうそこまでの工程がっていうね、これはできない、ね、そしたらあのファブリックパネルっていうのはあるっていうことを、なんか Google さんが教えてくれて、あ、これなら私でもできるかもと思って作ってます。いや素敵ね、すごい、やっぱりアートなサイクルできてる。いいな、確かに帯はなんか頑丈でね、良さげ、なんか借りやすそうよね。そうですよ、生地が厚いので垂れることもないですし、いいですよ、うん、素晴らしい、いやでもそうだ、ちょっと言葉のとこで、うん、私さっき、はい、リサイクルって言っちゃったんですけど、うん、実はあの同じものを同じように使うってことはリユースですね。ああ、確かにリユースだね。はい、はい、リサイクルは、リサイクルはゴミを資源として再び使う。ああそうかそうか、なるほど、紙とかプラスチックとか、そうですね、ゴミをあの分別してまた使うっていうのがリサイクルですね、うんうんうん、はい、じゃあリサイクルショップはおかしいんだ、本当はリユースショップじゃないといけないんだ。あ、それが一番ピンとくるね、うん、セカンドハンドショップ、ね、あ、セカンドハンドショップか、それだとまだね、うん、中古大丈夫だね、うん、大丈夫、うん、中古だもんね、確かに確かに、
そっか、アップサイクル、さとこさんアップサイクルとかやってます、うん、アップサイクルはね、あのマカオではやってない、やってないんですけど、はい、私がねちょっとねアップサイクルで調べた中でちょっと面白いなと思ったのが、うん、あのね食器、捨てられる食器の、はい、まあ、リサイクルっていうかアップサイクル、これアップサイクルっていうのかな、もうね、まあ、食器を肥料として生まれ変わらせるっていう、そういったものがあるんですね、はい、これははい、なんかあまりちょっとピンとこないでしょ、え食器から肥料ってみたいな、うんうん、これはですね、100年以上続く、まあ、日本の老舗洋食器メーカー日光株式会社さんがやってる取り組みなんですけれども、あの陶器ですね、ボーンチャイナ製陶器っていう、はい、まあ、この陶器の中にはですね、瓶が入ってるんですって、なんかね、うん、うん、よくその肥料とかでも使われるリンっていうのがあるんですけれども、あのそのリンっていうのはね、骨、牛の骨を溶解再合成したっていう、なんか牛の骨をちょっと入れ込んでるわけよ、その食器の陶器の中に、うんうん、でその中の成分にリンが入ってるんですって。でそのリンが入っていることで、そのですね、陶器、ボーンチャイナっていう陶器は、そのまた再加工したんで、しても肥料として使えるということでですね、で、まあ、それが今ちょっといい取り組みというんですかね、その無駄にしない取り組みっていうので、うんうん、結構なんか新しいなと思って、でまたねこの肥料がすごい白い綺麗な色をしてるんですよ、このボーンチャイナっていう陶器もなんか日本で一番白いって言われてる陶器らしくて、でまあそれの性質を生かしたね肥料もねすごく白くてね、とっても綺麗な、観葉植物の上とかに撒いてもなんかすごく映えるような感じで、っていうようなね取り組みを見て、なんか今は食器もなんかリサイクルできるんだって思ったりとかしましたね。確かにね、私もねちょっと調べたやつがあって、それも食器なんですけども、うん、あのあ、はい、あのパンダが食べ残した竹を使って、はい、タンブラーを作るっていうやつですね。へー、今ね、あのどうだろう、海外にもあるかな、あのバンブーファイバー食器とかありますよね。すごいあります、軽くてプラスチックみたいな、そう、手触りですよね。そうですね、プラスチックなのかなと思いきや、あの竹の繊維でできてるってことで、結構100均とかでもね、なんかやっぱり安価に作れるんでしょうね。ですごいデザインも豊富で、なんで、うんうん、バンブーファイバーを使ったあの食器が結構多いんですけれども、うん、まあ、私が見つけたやつはそのパンダさんがあの食べ残した竹を使って、そのしかもパンダのプリントがされてるんですよね。あ、かわいい。かわいい。だからあの日本のあの和歌山県の白浜にある、うんうん、アドベンチャーワールドってパンダがいるんですよね、うん、ナナと、その子たちが食べ残したやつを使って作りましたよっていうお土産にしていたりとかですね、そういったアップサイクルやってるみたいですよ。なんかさ、調べたらいろいろあるよね。私最近見たのがなんか川とかのヘドロあるじゃない、うん、ヘドロ、はい、ヘドロから絵の具を作るとか、え、すごい技術、うん、そうそうそう、まあすごいやってる時はすっごい臭いみたいな感じで、最初のね第一段階の工程はそっからなんか大変そう、絶対臭いんだけど、うん、でもそこからなんかねやっぱり綺麗なレンガ色みたいな、なんかそういう絵の具に生まれ変わって売ってたりとか、あとはやっぱりなんか最近はその家畜の肥料がなんかバイオエネルギーみたいな感じでね、うん、なんかメタンガスを有効活用みたいな感じのものだったりとかもよくなんか見るわ最近。そうなんですね。でもなんか、うん、あのこれ何かに使えればいいのにもったいないなみたいなものありますよね。 その絵の具で思い出したんですけど、うん、あの化粧品アイシャドウとかも残っちゃうじゃないですか、中途半端に残る。それをなんか絵の具として使う取り組みとかもあるみたいで、あ、はい、見たことあるかも。だから、あ、確かになんか中途半端に残っちゃうものをなんかうまく使うっていうね、ものが例えば、ね、あとはこのケーキ買った時に入ってるちっちゃい保冷剤とか、
ああ、はい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 。確かにね、家のさ、冷蔵庫でキープするにもさ、ちょっと限度があるもんね、あれ。うちにも今いっぱいある冷凍庫にたくさん。でしょ。欲しいです。うちは欲しいぐらい。本当？うん、欲しいです。くださいって感じで。もらえ。やっぱそれはない。ない。もらえないです。ああ、そう。保冷剤ないのか。ないです。だから日本に一時帰国したら実家からガサッともらってきて。よし、これで子供の例えばお弁当のちょっと暑い時のお弁当をお弁当箱の上に乗せたりして。確かにね。でもなんとなくなんか気がつくとなくなるんですよ。気がつくとなくなる、うん、うんうんうん、確かにどこに行くんだろう、うん、うん、うっかりしてたらちょっと間違って捨てちゃうもんね。なんかティッシュの塊とかと一緒にあると絶対捨てちゃう。絶対捨てます、絶対捨てる。あの確かに在、そう、在庫がうちはもう枯渇しているので本当に欲しいです。確かにね、そうか。いや、それで言うと私もまあ捨てられないものは必ずあの iPhone を買った時のさ、購入した時の箱、あれすっごい頑丈じゃん。絶対何かに伝える使えると思うからさ、捨てられないよね、うん、あれ捨てられないね、うん、あの頑丈さ。あれはいいよね。うん、そうもう何かに使うと思って何年置きっぱなしにしてること。わかるわかる。あれね、うん、何年がいいんだろうね、置いとくの。何年がいいんだろうね。次の iPhone 買うまでかしら。そうだね、それもあったりするかもね。うん、あとはさ、あとコーヒーとかの、コーヒーをこう入れるじゃない、うん、コーヒー豆で入れて、あとはそのコーヒーの出し殻みたいなやつとか、紅茶もそうだけど、なんか一瞬使い終わった後はなんかこのコーヒーの香りが漂えみたいな感じで、ちょっと生ゴミの近くとかさ、あのキッチン周りに私は置いて一通り置いてから捨てるみたいにはしてるんですけど、なんかあれはなんか再利用できそうな気はするんですけどね、なんか、まあ全く思いつきはしないんですけど、あ、コンポストか。あ、コンポストあります。あります、あります。やっぱほらガレージ車2台入るぐらいのアメリカなので。さすが、さすが。庭の片隅にコンポストがあります。コンポストはつまり堆肥製造機みたいなことですよね、生ゴミとかから。そうです、生ゴミで、あのもう 油っぽいものとか骨とかはダメなんですけれども、うんうん、野菜くずとか、うんうん、それこそコーヒーの、うんうん、とかお茶殻とか、あと、うん、はいはい、そうですね、そういったものを箱の中にボンボン入れていって、そしてたまに葉っぱとかを入れて、うんうん、また追加して混ぜるだけでできるんだ。3ヶ月ぐらいすると、うん、ものすごく早い。もう、そうです、そうです。夏は1ヶ月ぐらいすればできます。だからさ、私もほら、あの果物、スイカの皮とかさ、あとは、うん、下手したらこうブンタンの皮とかすっごい分厚い、ふわふわ厚いね、厚い。あれもこれなんかなんだろう、むしろ食べてるところより多いんじゃないかみたいな感じじゃないですか。そうね、そう、これなんかに使えればと思ったけど、そうだね、コンポスト必要だね、そうしたらね、うん、お庭のあるお家はいいよね、なんか、うんうん、確かにそうだ。でもベランダとかでもできるらしいですよ、ちっちゃいあの段ボール、ちっちゃめの段ボールとか使って、うん、そうなんですね。でもなんかもしマカオのお家でやったらなんかあれだな、うん、うち家族とかにいや蚊が発生するだろうとか言って、そうだね、怒られそうな気がする。蚊をね敵対視するんだよね、本当こっちの人ってさ。ね、恐ろしいぐらい敵対するから、なんかちょっとでもその観葉植物の下に水が溜まってようもんなら怒られる対象になるみたいな感じにさ。確かに、あ、なんかそうなるとちょっとこう、ね、さとこさんがこうあれですね、あの多数決的にかなり弱い立場ですね、うん、そう、弱いでしょ。そう、怒られそう。エコとか言ってる場合かとか言われて、蚊に刺されるだろうがとか言われてさ、厳しいわ中国。確かにね、蚊はね、マカオ厳しいわ、うん、そうだね、確かにそうだわ。いやでもね、なんかさっきもちょっと話出てきましたけれども、うん、あのガレージとかに置いてね、うん、ちょっとあの買ったけどあんまり使わなかったみたいな、うん、それであの人にもらってほしいっていうものがあったりとかするじゃないですか。ちょっとねここでね、うん、あのお二人にねちょっと
教えてほしいんですけれども、買ったのにあまり使わずに捨てるとか売るとかしたものないですか、うんうん、ちょっとここで懺悔してほしいなと思うんですけれども懺悔絶対ある。誰でもそう。よろしいですか？いや、ありますか？懺悔。お願いします。はい、ちょっと懺悔、はい、懺悔させていただきますと、はい、つい先日ですね、私戸棚の中からリセッシュ、ファブリーズの仲間のリセッシュですね、はい、あれが 5本発見されましたで、私は存在自体をもう忘れていたわけなんですよね。そのなんでこんなところにリセッシュが、しかも5本もみたいな感じ で、うん、でいつ買ったかさえ覚えてないっていうような、うんうん、でまあ多分おそらくまだマカオにリセッシュとかね、ファブリーズ類が来ていなかった頃、まだね、うん、来ていなかった頃に何か多分日本から買って持ってきたのか、もしくはちょっとそういう日本のものを扱うお店で見つけてはしゃいでしまって買ったとか、まあ、多分そういった類なんですけれども、全然覚えてないじゃないですか、はい、そうそうそう全然覚えてないのよ。そして使わなくてもやってこれてたのよね、あんだけも勢いで5つを買ったのにもかかわらず、うん、一部屋一つずつぐらいの感じで買ったのにもかかわらず一つ、うん、だったのにもかかわらず、もうまっさらなものが出てきたということがあったので、やっぱり私の戒めとしては、はい、そのね、ちょっと目新しいものを見てもはしゃがない、そこですかね、はい、対策として、はい、うん、一日考えるとかそういった間は間は必要かなと思いました。そうです、しかもねリセッシュとか、はい、ほら賞味期限とか使用期限みたいなの書いてないからわからないよね。書いてないのよあれ、本当にあれ使っていいのかな、まだ。いやどういいんだろうね、いいんだろうねいいんだろうね、わかんないけど、わかんないけど、じゃ責任を持って使ってみてください、うん、使ってみてくださいねえ、一部屋限定とかで一部屋限定でね、確かに確かに確かにね、それは確かにギョッとするね、5本も出てきたらね。そんな経験あやさんはないですか？これまあ人から実は譲り受けたものなんですけど、今、うん、うちの屋根裏部屋のクローゼットの中にどでかいバランスボールが眠ってます。あ、バランスボールね、わかる、かる、使わない時の邪魔さ加減、すげえ幅取るんだあれ、広げてたらね、すごい邪魔です。で見ないようにしてね、使ってる時はすっごい役立つんですけど、うん、これ絶対聞いてる方も結構いると思う、ね、うん、あ、バランスボールあるよ、うちにみたいな方が多いと思う、あるある、絶対ある。あれ、そういうリシャさんはどうなの？私、うん、ごめんなさい、あ、ごめん、ちょっとバランスボール気になるんだけど、うん、私もね、なんか絶対こう邪魔になると思って買いたいけど買えない状態なんですけど、あれってしぼませることできるんですか？できるんじゃないの？ですやってないやってない、もう丸のまんま置いてるので丸のまんま、ね、だってさ、しぼませたら、しぼませたら多分、うん、また広げることしないような気がする。そうそうそうね、しぼませたら負けみたいななるよね、多分。そうね、あるね、そうだね、ある。じゃあちょっと私もここへ懺悔したいと思うんですけど、うん、お願いします。はい、私もですね、年末福袋、うん、食品の福袋とかすごいお得なんで買っちゃうんですけども、そこで、うん、買ってよかった福袋あるんですよ、もちろん。味噌と醤油の福袋とかね、渋い、そう使うから。あとはふりかけの福袋とかさ、いろいろ入っててお得、そうで買った、その調子に乗って買ったやつがシリアルの福袋買ったんですよ、私。シリアル、はい、なんか大豆を使ったなんとかとか、うん、なんか5種類ぐらい入ってたんですよね。だけど賞味期限8ヶ月以上もあるから、あ、これは食べるだろうと思ってたんですよね、うん、だけど、うん、そのほとんどが未開封のまま賞味期限を過ぎてしまったっていう、ね、あいたたたた、はい、やっちゃいましたね、これやっちゃったね、はい、ちょっと私もね、振り返ってみたんですよ、この原因は何かと。うん、何だった？食べ物系は飽きるからまとめて買っちゃいけないと、はい、飽きるからね、飽きるから、シリアルそんなに毎日食べないと思って、はいですね、それで、そうだね、はい、ふりかけはいいんですよ、やっぱりご飯が進む、うんうん、はい、でもシリアルはダメ、うんうん、というわけで、次の年末からは
買わないということに決定しました。なるほどね。はい。ちょっとシリアルは置いとく感じ。シリアルはちょっとやめとこう。うん。はい。なんかね、あの年末用だから、なんかちょっとこう、うん、スタンダードな味よりかは、なんかちょっと特別な感じのやつだったんですよ。うんうんうん、そう。うんうんうん。そう。それが逆にあだになった。いつも食べ慣れてないやつ、ね、そうそうそう、あるある、うん、飽きるんですよね、飽きる、うん、はい、そう、おしゃれすぎたりするんだよね、あ、なんか、あ、で、あ、わかんないみたいな味だったりするよね、わかんないみたいな感じこれいけてるのみたいな感じだったりとかそうする時があるな、うん、うん、確かにね、そんなのありましたね、はい、うん、こんな皆さんの懺悔聞けてよかった、私も、私だけじゃないいっぱいいるわよ、みんないっぱいそう、ね、うん、でもね、逆にこう中古だから欲しいみたいなのもあるんじゃないですか、うん、逆にあるある、うん、あ、ある、私、はい、あの、うん、私あのね、電子ピアノを欲しいと思ってちょっと狙ってる、え、あの、やっぱり、うん、意外、なんかやっぱりさ、電子ピアノとかいいやつとか多分カシオとかよくあるけれども、まあやっぱりお値段するじゃないですか、うんうん、なんか5万円から10万円ぐらいの感じで、うん、だけどやっぱり中古だとなんかいいものを安く手に入れられそうみたいな感じで、やっぱり皆さんそういうさ、音楽系とかアート系ってさ、最初始めるときはすごい情熱でやるんだけどさ、別に毎月レッスン行ってる人とかじゃない限りさ、早々早と忘れられるじゃん、まあ、私もほら、うん、同じ口だからさ、私と同じ人絶対いっぱいいるよねみたいなそれで電子ピアノね、勢いとかあの熱量で買ったはいいけど、ちょっと今なんか物が置かれてるわとかっていうね、そういった方たちの、はい、なんか出てこないかなと思って、あ、たまにそういうつもりで、なんかその Facebook のセカンドハンドを売ってる、そういうなんかグループを見たりする、ピアノ狙いで、うん、確かにね、電子ピアノすごい高いですもんね、新品で買うと、いいのが高いのよやっぱり、うーん、ですよね、確かにそれは中古で、うん、ゲットできたら、そう、中古でね、ゲットしたいのよ、あ、いいなあ、あやさんなんか結構あるんじゃないですか、うん、中古のね、あの手に入れるチャンスが多いと思うので、そうですね、うん、あの今どうしてもこれっていうのはないんですけど、うんうん、結構アメリカのお家って壁が広いんですよ、だからなんか壁を埋める、うん、なんか絵とかなんか飾り物が欲しいなと思うんですけど、うん、ちゃんとした絵をお店で買おうとすると結構高いので、うーん、もうこれこそセカンドハンドでいいので、いや本当そう思う、欲しいなと思います、絵もだって飽きるもんね、飽きる、あ、確かにやっぱり何年かに1回ちょっと変えたくなるもんね、やっぱり絵とかって、で、そうそう、でちょっとね、そのガレージとかに保管しててもいいとは思うんですけど、まあ、ちょっとそれだけに、ね、かさばるなっていう人はちょっと流通させるっていう、流通ね、ね、そうです、うん、絵とかの流通はいいと思うけど、確かにそうだね、うん、そんなのやってたらすごいあれだね、繁盛しそうですね、この絵のレンタルみたいな、レンタルまでいかないけど、絵のレンタルね、うん、レンタルまでいかなくても、そう、あの、そう、あの簡単に手に入るマーケットがあったらいいですね、うんうん、はい、私はね、私はなんかあの昭和の原付バイクとか欲しい、昭和の原付バイク、うん、なんかやっぱりカブ、あ、カブも、カブはね多分ね形変わってないんだよね、あれは昔からもう出た当初がもう最高の出来のものを作っちゃったから、ホンダは、そうなんだ、そうそうなんだ、はい、でもなんかそれ以外のあんまり有名じゃないけれども、なんかやっぱ当時しかないデザインっていうのが結構あるんですよね、うん、あ、そうなの、そうなんですよ、昭和デザイン、昭和デザイン、はい、なんで色とかね、なんかそんなのがやっぱり中古って言ったらもう現代にない可愛さのバイクが欲しいですけど、まあやっぱりね年季が入ってるんでね、なんか動かすのは、うん、結構修理とか必要なんでしょうけど、まあ、色はやっぱり赤とかなの、うん、じゃあ原付の昭和って言ったら、いや昭和カラーは意外となんていうかな、あれはミントグリーンとか、なんかあのミントグリーン、そうそう、水色とかなんか黄色とか、ピンクとか、なんかそんなのポップな感じなんだ、あ、そうなんですよ、意外と可愛くて現代はなかなかないなっていう感じがしますね、そうなんですね、はい、
なんでヤフーオークションとかチラチラ見たりしてます。すごい。バイカー、もうバイクで。私はね、あの父がなんか結構バイクいじりが好きな人なので、うん、あの安く買ったらあのお父さんが直すよって言ってくれたんで、うん、よしと思って整備士がバックについてるわけね。そう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 、なんてこった。すごいな。買わない手はないですよね。そうですよ。そうなんですよ。すごい。そうなんですね。はい、そのあたり気になってますね。うん、今ねやっぱり日本はヤフオクもあるし、フリーマーケットのねアプリも何種類もあるから、ね、はい、そのあたり活用してっていう感じですかね。そこ楽しそうだよね。だからやってるとさ。うんうんうん、そうですね。結構なんか副業とかでやってる人もいるじゃない。メルカリで売りだったりとかっていうのを、うん、でこうやったら売れるみたいな指南書があったりとかして。あ、確かに本当に。そうそう、だからもうちょっとリサイクルを超えてくる感じ。うん、確かにそうですね。うん、うん、まあちょいちょいお小遣い稼ぎでもね、なんかやっぱり、うんうんうん、もう積もれば山となるじゃないけど、マクドナルドのおもちゃとか、あ、かぶったとかあったら、そう、そういうのハッピーセットのとか、そう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 、売ってる人たくさんいます。はい、そうなんだ。いや、ちょっと今さ、マクドナルドでね、うん、ごめんなさい。いや、私は大した全く大した話じゃなかったから、あの止めてしまって今ちょっと申し訳なさが抜群なんですけど、いや、あのごめんなさい、私が言いたかったのはリサイクルじゃなくてね、マックに反応しちゃったんですけど、今マクドナルドでね、なんか期間限定で抹茶パイ売ってるんですよ。なんかほら、よくアップルパイあるでしょ、マクドナルドの、うん、私あれ大好きなんですけど、うん、今期間限定で抹茶と豆乳が入った抹茶豆乳パイっていうのが売り出されてるんですけど、これがね幻のパイなんです。あの、いつ行ってもいつマックに行って、あのパイくださいって言っても、あ、すいません売り切れですって毎回言われるわけ。それね、朝行っても、朝行っても夕方行ってもそうなわけで、また行ってもじゃないよ、どこのマックに行ってもそうだから、もう幻と呼ばれていて、で娘とも、いや、それあれさ、本当は売ってないんじゃないのみたいな感じでも娘が、いや、なんとかちゃんはね食べたって言ってたみたいな、それ本当にみたいな感じのそう、それでこの間ちょうど昨日もよ、昨日もね朝11時過ぎぐらいに、まあ、テニス終わりにちょっとマックでお茶しようってなった時に、あの抹茶パイくださいって言ったら、あ、すいません売り切れですって言って、え、まだ朝やでって言って、いつならあるんって聞いたら、うん、いやー、ちょっとわかんないっすねみたいな感じで言われておいおい、こりゃ古代広告じゃないのかみたいな感じでさそっか、在庫が流れてきてないのか。じゃあ、そうそう、在庫がね、なんかはの、うん、そう、店舗に配られてないらしいよ。あ、そうなんだ。っていうね、本当なんかにね、 JEC とかがあったらさ、ちょっとあれだよ、古代広告とかでさあの注意を受けるぐらいだよきっと、マカオに JEC があったらさそんな、そんな、ごめんね、そう、マック、ちょっとすっごい横にされちゃう、マカオのマックの苦情だった、ごめん。いや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 、あの悔しさがすごい伝わってきた。でも美味しい、本当に食べてみたいそうなのよ、見た目すごい美味しそうなの、うん、ただ手に入らないっていうだけでね幻のそうですね。あ、あやさん何の話でしたっけ、マックの。ごめんごめんあるある、うん、あ、そうそう、あの、そのおもちゃの需要があるんですねって、そういう、あ、おもちゃまで売れるっていう、ね、うん、やっぱりね、このコンプリートしたい欲があるんでしょうね皆さん。あ、コレクションか。そうですね、それでどうしても手に入らないっていう人とかが、はい、という感じで活用されてるわけですよ。なんかそういうのって日本だけが多いのかな。よくほら、あのペットボトルの上のさ、キャップのところにさ、キャラクターの、なんていうんですか、よくほらおまけ、うん、もの、うん、おまけになってたりとかするじゃない。アメリカとかそういうのありますか、うん、例えばそのドリンクになんかついてるとか、なんか例えばほらポテチにさ、野球カードとかポケモンカードがついてるとかさ、なんかそういう、なんか昔、例えば夫が小さい頃はベースボールカードってなんだかよく分かるんですけど、多分野球選手のカードっていうのが人気で、子供たちが集めてたかみたいなことは聞いたことはあるんですけど、日本ほど多分あれもこれもあれもこれもはないですし、
で日本って結構ちっちゃいおまけがなんかおかしい、何でもおまけついてますもんね、うんうん、ああいうのはないですね、おまけ文化じゃないかも、うん、ちょっと寂しい、うん、チョコエッグくらいじゃない、あ確かにチョコエッグね、うん、入ってるもんね中に、あそうかそうかそうかも、うん、あのチョコ甘いんだよね本当に、歯が溶けるよねあれね、私も子供が買おうとしたら全力で止めるもん、えマジで考え直した方が良くないとすっごい、でも欲しいんだよね、うん、そう子供は欲しいんだわ、あれ欲しいんだわ、コンプリートしたいんだわ、うん、はい、ちょっとまあちょっとね最後の方いろんな話になってきちゃったんですけど、ちょっと今回のちょっともう一度思い出してみようかな、はい、オッケーオッケー、もう一度思い出してみましょう、忘れた、はい、忘れた、はい、今回のコラムはですね2022年の4月9日日本在住の伊藤由衣子さんが書いてくださったコラム、リサイクルでみんながハッピーに、シンガポール、マレーシア、イギリスでの体験記というコラムからおしゃべりをしていきました。ぜひね、写真も載ってますので、このエピソードの概要欄からリンクをクリックしてご覧ください。そしてですね、今回のイベントのお知らせがあるので、こちらはあやさんからでよろしいでしょうかね、はい、はい、お願いします、お知らせお願いします、はい、ありがとうございます。2022年5月19日木曜日、日本時間の夜10時22時からなんですけれども、海外心のヘルプデスク24時というボランティアグループで、オンライン上のイベントを行います。テーマは海外在住者の心のヘルプコール、パンデミック前後とこれからという題で、このヘルプデスクではZoom 上で相談をご相談を無料でお受けしているんですけれども、パンデミックの半年前ぐらいからずっとデータを取り続けていて、1500件ぐらいのご相談を受け、それを全部分析し、どんなことが起こっていたのかということと、じゃあこれからどうしたらいいのかということをお話しする講演会になっております。でこれ、このボランティア団体、私も参加させていただいている団体なので、この場にも残ります。で、ぜひよろしかったらご参加いただけると嬉しいです。はい。やっぱり相談のあれですか、内容だったりとかは明らかに違ってきたりしているはいるんですか、パンデミックの前の時。そうですね、こういう話が増えたよねとか、もともとからあったかもしれないけれども如実に現れ始めたねみたいなものとかがありましたり、あと大きく分けると国際結婚の方とか駐在員家族の方とか、留学生、あとは現地海外での就労している方っていうのが4大相談のグループなんですけども、そのグループによってもいろいろ傾向があったりとかもしますので、それについてのお話なんかもさせていただく予定なので、海外に住んでる、あるいは海外に何か関連のある方にはとても興味深い内容じゃないかなというふうに思います。そうですよね。これ心のヘルプデスクさんに寄せられる相談っていうのの、例えば男女比率っていうのはなんかどんなもんだとかあるんですか？はい、やはり女性がダントツに多い、多くて、85%、8割5分から9割近くが女性ではあるんですけれども、パンデミックに入ってから男性の相談っていうのがググッと増えました。そうなんだ。そうかそうか。でも男性にとってもね、なんかそういうところがあれば本当に助かるなと思いますよね。だって無料で相談受けてらっしゃいますもんね。はい、無料で、何回でも予約なしで相談を受けしております。すごい。そうですね。だからぜひね、ちょっと心のヘルプデスクさんのちょっとウェブサイトとかね、検索していただいて、もしちょっと何かあったりとか、心細いなっていう時にはなんかそういったところもあるんだなっていうのを知っておくだけでもいいかもしれませんね。そうですね。そうですね。こちら のイベントの URL は、同じくですね、エピソードの概要欄に貼っておきますので、皆さんチェックしてみてください。はい。はい、それでですね、回答募集中の質問をこちらで発表させていただきたいと思います。お願いします。現在募集中の、ご回答はですね、の質問はですね、海外で広めたい日本文化は
です。海外で広めたい、うん、日本文化がある方ないかもしれないけど広めてみようかななんていろいろ考えてる方はですね、ツイッターやインスタグラムから、うん、ご回答ください、私は、ね、はい、まだあの鯉のぼり出してないですね。私先々週ぐらいから言ってたねまだ出してない。そろそろ出さなきゃね。もう、うん、そうよ、もう1週間か。そう、もう5月だ。明日から5月だよ。5月だ。そうよ。じゃあ1週間ないじゃないですか、ね。やばい、1週間ないね。ちょっと子供の記念撮影の時には絶対出そうと思います。はい、うん、そうですね。確かに、あの私がね広めたいのはね折り紙。折り紙。折り紙ね。折り紙なんかさ、日本人ってやっぱ手が器用だからさ、ちょっとしたところであのほら。なんだっけ、お箸、紙、お箸の紙袋をちょっとね箸置きにさするだけでもアメイジングとかさハンディキュー だとかさ、すごい大げさに言われてさ、あのいや大したことないんだけどねみたいな感じで言えたりふふみたいなね、ちょっとなんか手先自慢アイテムみたいなのがあったりとかできるかなと思ったりしますけれども、うんうん、そうね。あやさんはどうですか。私ね、豆まき、多分みんな喜んでくれるんじゃないかと思って。豆まきか、ね、なんか物を投げるイベントみたいなのって面白いだろうなと思うので、豆まきちょっと広めたいなみたいな、ね、え、受け入れられそうですか、アメリカの人ってなんかこう物を投げるとかって大丈夫なんですか。あ、絶対大丈夫だと思います。あ、そうなんですね。へー、そっかそっか。で、あれあれだよね、なんかその数え年の分だけど、自分の年齢分だけね食べる、ポリ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 ねそっか、そうそう、アメリカでやるならピーナッツになりそうだね。こうピーナッツでしょピーナッツ巻きそうそう、え、これ味ついててもいいとかさ、シュガーコーティングでもいいとかさ、いろんな種類が出てきそうな気はするけど。ありそうだ、ね、いいけど投げてあの落ちるよみたいな落ちても大丈夫なやつみたいな。そうだ、ね、いいかもしれない、ピーナッツ巻き、うん、いいかもしれない、はい、うん、ぜひねリスナーの皆さんもなんかあの、うん、ご回答いただければと思います。あの次回、はい、ね、はい、お願いします。次回のエピソードで発表させていただきたいと思います。はい、ここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と、事務局の周さとこと、ゲストのシッピー大越あやです。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てくださいね。はい、ありがとうございます。世界ウーマンのウェブサイトはwww.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの概要欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せくださいね。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。